原町生まれ小原町育ち、伊達市生まれ伊達市育ち、伊達地方生まれ伊達地方育ち、間違いなく皆様方の代表者としてこれまでも働かせていただいてまいりました。今回も衆議院選挙立候補をさせていただきました地元の金子恵美でございます。皆さん暑い中ありがとうございます。先ほど来本当にありがたい激励の言葉を頂戴いたしました。亀岡選対本部長、幹事地元伊達の選対本部長、そして働く仲間地区連合高橋議長、そしてまた社民党代表して幹事千代子元伊達市議会議員はじめ、皆様方公約を並んでいただいております。本当にありがたいことだと思っています。今回なぜ解散したのか、それすら私は納得のいかない、だからこの戦いすら納得できない。先ほどからお話がありました、石破さんが総裁選の時に言っていたこと、もっと能登半島地震の問題も含めさまざまな課題があるからしっかりと議論をすべきだという主張があった。でも総裁になって、そして総理になったら手のひらを返してしまった。臨時国会はあの短い間で終わった。私たちは最後の最後まで9日の段階で解散はダメだとノーだと言いました。自然災害で苦しんでいる方々、そして格差社会の中で本当に生活が苦しくて、この物価高の中追いつかない、実質賃金が少しぐらい上がっても厳しいとおっしゃる方々、病気で苦しむ方々、そしてまた障害のある人たち、そしてふるさとの復興再生はまだ道半ばであって、まだまだ道半ばであって、あの原発の事故、収束は全く見通しがつかない、そういう状況にもある。福島県民はないがしろにされていないだろうか。自然災害が起きるたびに命の重さを知っている私たちが声を出さなくてはいけないんじゃないか、ずっとそのように申し上げさせていただきました。そして今回もそうだと思います。だから今実は能登半島で苦しんでいる方々を見ると、まさに補正予算を作らなきゃいけなかったんじゃないか、新策を作らなきゃいけなかったんじゃないか、今なんでこの時にこの衆議院選挙を戦わなくてはいけないか、残念でなりません。悔しくてなりません。もしかすると政治と金のこの問題、何か知らないうちに決着をつけようとしているのか、もしかすると必要のない議論はしたくないという、どこかの何かの力が動いているのではないか、そのように感じてしまいます。それだけを議論しててもしょうがないんだよという声もありながら、そしてやはり政治の金の問題はここで幕引きをしてはいけない。私たちは政治と金の問題がもし多くの方々からのご意見によってもっと前進させなきゃいけない、もっと変えていかなくてはいけない、政治資金は必ず透明性の確保をしなくてはいけない、こういうお声があるということを確認をさせていただきながら、政治資金規正法再改正をしなくてはいけないとも思っています。もう一度国政に戻らせていただきましたら、必ずこの議論はしなくてはいけないと思っています。そしてまたさらには、やはり税金の無駄遣いはいけない、税金の使い方をもっと透明性を持って
進めていけるようにしていく、そういうことが当たり前のようにならなくちゃいけないの、政治の世界。今まで当たり前に動いてこなかった。だから今こそしっかりと政治に対する信頼回復をしなくてはいけない重要な時期に来ています。今回いつも私が政治改革を進めなくてはいけないということは申し上げさせていただいてきましたけども、やっぱりここはもう後戻りもできない、絶対前進をしなくてはいけない。今回の選挙戦、私が果たせていただくこの下戸から皆様方からお力をいただくことによって、この福島県でしっかりと私たちの仲間も勝つ、そして私も勝利を手にすることによって必ず政治への信頼を取り戻し、そして政治改革が進められるというふうに私は確信をしております。そしてその向こうには、私たちがしっかりと皆さんと共に私たちの手に政治を取り戻すことができれば、本当の安心できる国づくり、そして全ての人たちに居場所と出番がある、そういう社会づくりができるんだと思います。これまでも働く仲間の皆様お一人お一人からいただいた労働条件をより良くしていくこと、賃金をアップしていくこと、そしてまた中小企業の皆様方と共にしっかりと地域経済もより良くしていくこと、また第一産業、私も農林水産担当、ネクスト担当大臣をさせていただいておりますが、このこともしっかりと前進をさせていかなくてはいけないこと、医療介護福祉の充実、社会保障をしっかりと立て直していくこと、そしてふるさとの復興再生、すべてはまずは私たちの手で政治に対する信頼を回復し、政治改革を進める、そこからスタートするものだと思います。弱い者がどんどん弱い立場に陥れられてしまうような今の社会じゃダメだ。豊かな人たちがどんどん豊かになるだけ、格差社会が広がる、こんな社会じゃ絶対ダメだ。アベノミクスの取り組みは全く来なかったんですよ。今日最後に一言だけ申し上げさせていただきます。今回も妹が私の第一声に来てくれました。絶対にお姉ちゃんをくれと言ってくれています。皆さんおなじみだと思います。私の政治の原点は障害者政策、なぜならば私たちは差別をされ続けてきました。差別のない社会、誰もが取り残されない社会、全ての人たちに居場所と出番を、そういう社会を作りたいと思ってここまで来てるんです。このことを実現できれば、全ての人たちの暮らしの底上げ必ずできると私は信じてやりません。だからこそどうぞ地元の皆様方、伊達地方代表としてこの場で勝たせていただきたいと思います。今回の選挙戦はとっても厳しいです。一騎打ち、どうなるかわからない戦い、いろんなことをいろんなところで聞かれると思います。私は最初の入り口のところ、実は不安感も持ってました。でも今日こうやって皆様方と時間を共にさせていただく中で、絶対にこの選挙戦は勝たなくてはいけないと思ってます。今日から12日間しっかりと毎日毎日丁寧に多くの方々と接して最後まで頑張っていきますので、どうかよろしくお願いいたします。今日は本当に暑い中ありがとうございました。頑張ります。